こんにちは。古いリール大好き、コウジです。今回はですね、TD755H という個性的なリールのジャンク品を手に入れたので見ていきます。まず、外観で見てわかるように、ドラグがリアにあるタイプ。そして、最も個性的な部分が、ラインローラー横に出っ張ったレバーです。このレバー、引くとベールが起きます。で、レバーがラインローラーの横にあるので、ラインを指に引っ掛けながらレバーを引くことでシングルアクションでキャスト体勢に入れるんですよね。しかもハンドルを逆に回すと必ずラインローラーが真上の位置でローターが止まります。すごい理にかなったシステムですよね。リアドラグなのでスプールはワンタッチで外せます。で、ジャンク品の理由がドラグを緩めてもスプールが回らないこと。このリールの個性の一つが役立たずです。ということで、ドラグ部分を分解してみて修復可能か見ていこうと思います。なんか今日喉の調子が悪いな。スプールは逆回転させることでワンタッチ着脱用のマウントごと外れました。とりあえずドラグ周りに関係ないですがローターを外します。ローターの下に謎の出っ張り部品があるのですが、何のための部品か分かりません。ちょっと気になっちゃってます。結局何のための出っ張りか分かりませんでした。続いてボディを開いてみます。真っ黒なグリスがべったり。簡単に洗浄して新しいグリスを注入しようと思います。ドラグ部分の機構はボディの内部と分かれてついているのでボディを開ける必要はなかったみたいです。先ほどの出っ張り部分は逆回転防止の切り替えレバーみたいですね。ますます出っ張ってる理由が分かりません。ボディの中にスプール軸が引っかかるような部分もありませんでしたので、ドラグが回らない原因はドラグ本体にありそうです。ということでドラグの分解と思ったらいきなりのトラブル。ドラグ部分のプラネジの頭が割れて取れちゃいました。樹脂製のパーツっていうのはこれがあるから嫌なんですよね。経年劣化でクラックが入ったりグリスを吸って膨張したり。幸いわずかに残ったネジ頭で外すことができました。ネジの樹脂自体が劣化してボロボロになってなかったのが不幸中の幸い。ここまで分解してもスプール軸が回りません。まず目に留まったのがダイヤルをチキチキ鳴らすピン。このピンがパーツを押さえる役目もしているみたいなので外します。するとドラグプレートを締め付ける部品が外せました。ところがこの状態でもスプール軸が回りません。何が何だかさっぱりなのでとりあえず中のプレートを抜いていきます。隙間がなくて時間かかりました。なんとか苦労して中のプレートを全部外しました。この状態だとスプール軸が回ります。で、ドラグワッシャーを見ると端に回転させないための出っ張りがあるのに軸穴が丸じゃない。これは絶対に軸が回らない作りなんじゃね?と謎が深まります。ですがよく見てみたら何枚かの板が重なってくっついているみたいです。ああそうかと経験値不足の僕はここでようやく不具合の原因が分かりました。単純にドラグワッシャーが固着して滑らなくなっていただけなんですね。精密ドライバーで慎重に剥がしていくと2枚の金属板の間にカーボンワッシャーが入っている状態でした。このカーボンワッシャーについたグリスが劣化して固着しちゃってたみたいです。固着していたワッシャーをすべて剥がして余分な汚れを拭き、薄くグリスをつけて組み直してみます。
ドラグの不具合あっさり解決しました。ドラグダイヤルを固定するプラネジが折れちゃっているという重大な問題はあるのですが、そのプラネジなのですが、割れた面がデコボコでザラザラですが、合わせたらぴったりはまる状態なので、ダメ元で脱脂してからエポキシ接着剤でくっつけてみることにしました。ボディ内の黒いグリスを洗浄していったら、ドライブギアのプラカラーが劣化してボロボロなのを発見。幸い手持ちのボールベアリングと入れ替えれそうなので、ここはボールベアリングに変えちゃいます。 MR117ZZ がそのまま入りそうです。サクッとボールベアリングが入ると思ったら、わずか 0.0 何ミリ間の差でなかなか入りません。ボディ部分がわずかに膨張している可能性もあります。グリスやカラーの劣化ゴミなどを掃除して、なんとかボールベアリングが入りました。でもキツキツです。割り箸で押し込んでいますが、最悪の場合はこの時点でボディが破損することがあります。まあこれぐらいで破損する場合は実用レベルじゃないくらい劣化が進んでいるっていうことになって廃棄処分ですけど、ここでふと気づいたのですが、ドライブギアについている逆回転ロックレバーを動かすパーツがボールベアリングに干渉するんですよね。もともと入ってた樹脂カラーがガタガタになってたのはこれのせいじゃないのかな。なのでこの部分に1枚 SIM カラーを挟むことにします。ドライブギアのクリアランスが不安ですが、とりあえずこれで組んでみて回転が重くならないか確認ですね。アフレコ、日付をまたいだら声のトーンが変わってました。あと外が嵐でうるさいです。今画面上でやっているのは、本体の汚いグリスを洗っている時に落ちてきた部品、どうやってついていたかが分からなくなってます。オシュレートのクロスギアが前に抜けないようにする部品だということは分かったのですが、ついていた向きや位置が分からない。なんやかんやで30分以上ゴニョゴニョしてました。ボディ側にこの部品がはまりそうな溝があるんですけど、どの向きでもしっくりこない。でゴニョ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 してたら、突然のひらめきで収まりました。蓋もパチッと閉まり、溝に部品もきれいにはまったので正解ですね。簡易的ですが機能回復できていそうなので組み上げていきます。細かいこと言うと、ドラグ部分も完全洗浄してドラグ専用グリスを塗るべきですが、簡単な洗浄でギアグリスを薄く塗るだけで代用しています。ハンドルの回転はさほど軽くなっていませんでした。というか分解前と変わらず。でもローターをつけてみたら違和感なく回るので問題なしです。完全分解の完全洗浄してドライブギアのクリアランスをもう少し取れば軽い回転になるかもですが、今回の目的は回らないドラグシステムの原因を解明することでしたので目標達成です。ついでにラインローラーも見てみます。ボールベアリングが入っているタイプでした。ベアリングは大丈夫そうなので汚れを取って元に戻します。最後に残った最大の問題ですが、折れたネジ、エポキシ系接着剤でくっつけました。このネジの素材によっては劣化した状態より丈夫に接着できる場合もあるし、逆に簡単に剥がれてしまう場合もあるのですが、なんかいい感じでくっついています。重要なのはネジを締め込む時の回転方向の強度ですね。そんなに強く締め込む必要はない場所ですが、ネジに無理な負担がかからない程度に締め込んでみました。そして一旦外してみます。
問題なさそうです。だいたいネジ関係は接着剤などで直せる場合なんてほとんどないのですが、今回の結果は特例です。ちなみにまずダメだろうと代用のネジを探していたのですが見つかりませんでした。予備径9ミリで長さが10ミリ、シャフトが入る穴が中心に開いたパイプ状の作りである必要がありますが、予備径9ミリの時点でほとんどありません。特殊すぎます。黒い樹脂のダイヤルが後ろに抜けないようにしているだけのネジですので、これで OK としておきます。おしまい。